こんにちは、ユニゾーです。今回紹介するのはローソンのおにぎり、黒毛和牛のうまかにです。鹿児島県の黒毛和牛を使用し、米は新潟コシヒカリ、塩は瀬戸ビゼニガリ園、海苔は瀬戸内産焼き海苔を使用しています。開けてみました。それでは食べてみます。牛肉はぎっしり詰まっています。米にコシと旨味があり、甘辛い味付けの牛肉がとても合っていて美味しいです。それでは今回レビューを終わります。ご視聴ありがとうございました。